の A と B から成り立つ一本のテープ、始まる一本のテープ、始まる一本のテープ、今から10分の A と B から成り立つ一本のテープ、始まる一本のテープ、始まる手裏剣オリジナルキラキラチュー、 K-POP の扉が今開く、これ以上求めないです。みんなで揺られて楽しんで、飛んで跳ねた人を見た後はそれぞれで飛んで跳ねて楽しんで、今日という一日を使い切っていこうじゃありませんか。皆さんのお酒とおつまみ、ライブ終了またまたお知らせいただいて D でございます。ヒップホップってまあアメリカで生まれて、で黒人の肌が黒い人たちが栄えさせた音楽なんですけど、なんでそれが強くなったか、ヒップホップが強い力を持ったかっていうと、白人じゃないからなんですよ。わかります？あのどうせ俺ら黒人だから、白人じゃないからっていうのがパワーになってヒップホップは大きくなった。そこであの俺ら日本人だけじゃない、アメリカ内でもあるんですよ。ニューヨーカーじゃなきゃヒップホップじゃないっていう風潮があったんですよ。そこで NWA がさ、あの一昨年ぐらいに映画公開したストライク&ポップトンっていう映画があるんですけど、 NWA が俺らニューヨーカーじゃねえしっつって、ああいうギャングスターのラップをやって世界中を揺らすことができた。その数年後、アウトキャストっていうやつらが南部のアトランタの人たちなんだけど、俺らニューヨーカーでもギャングスターでもねえし、でもみんな無視するんじゃねえ、グラミー賞でアンドレが言ったんだよ、サウスの声に耳を傾けろって。その後メキシコとアメリカのハーフ、チカーノっていうあの人種がいるんですけど、その人たちがラテンの音を使ってヒップホップをやるっていう、ラテンバンダラップっていうのがございまして、私それがすごく好きでございまして、俺ニューヨーカーでもねえし、ギャングスターでもねえし、アトランタ出身でもないし、チカーノでもない、日本人だけど、日本人だから日本語を使ってバンダラップっていうのをみんなと楽しんでいきたいんですよね。私あの見た目からして意外だなって思うかもしれないですけど、こう見えてお酒が好きなんですよ。こう見えて私地元が相模原町田ってとこで遊んだりしてまして、そこに仲見世商店街ってところがございます。そこにサイコロを3つ使った遊びがございまして、チンチロリンっていうんですけど、サイコロを転がして負けた人が自腹でテキーラを飲むっていう誰も得しないルールがございまして、まあハウスルールとかいろいろあるんですけど、説明するのめんどくさいんで曲にしました。いやいやいや、おばばお、そう乾杯はサルーンって言うんだよ。テキーラちっちゃいショットグラス持ったらみんなでサルーパラサルーって声を交わして、テキーラを一気に飲み干して、どんなのは誰のせいでもない自分のせいでございますので、潰れても自己責任でお願いします。セリオンセリオンリンタウンブレーキベルスピーダー、酒でも心配大風いっぱいな神瀬の飛ばで負けても飛ばす一人が入り飛ばすガロジーのゴーラー、セリオンセリオンリンタウンブレーキベルスピーダー、酒でも心配大風いっぱいな神瀬の飛ばで負けても飛ばす一人が入り飛ばすガロジーのゴーラー、ダマシ中見せ商店街中腹一本裏通りでサバイブダイス転がったゲーム商店街3つそのためで商店街
セットした勝利への感じを欲しい。せっかく出たのに血の目、ピンポケしたで止まりそう気をね。もう僕が何それ仕事にピゾロ、強い目で負けるたび上越に人も最低でも人数分プラスアルファスリーナイス裏の血の絵だけ戦うのシャルラーに青みもフワッキューハッチャー発生するカルチャー Hey Mr. Gamma ブラッドに帰るかと思えば気づき記憶ないぞレイテ現場から現場どころかままのあの敗者脳が後つかんで頭フラッグラップ富のフォーカーにブラックジャック恋恋に挑発チッチのリンセヨーセヨリンダウンレイクベルスリーナイス酒でも心配面かじいっぱいな神聖の飛ばでまた今日も飛ばす君には何もオーバーフラロジーのゴーラーセヨーセヨリンダウンレイクベルスリーナイス酒でも心配面かじいっぱいな神聖の飛ばでまた今日も飛ばす君には何もオーバーフラロジーのゴーラー結局はストリートはどうこうってありますけどそれぞれいるところがストリートでございましてそれをそんなにいいところで生まれてないしいい育ちもしてないですけどただそのストリートで学んだものをこうやってステージに持ってきてこう笑ってくれる人もいたりするからこの音楽ってすごく重要なものだなと思って大した人間じゃない俺がマイク握ってこう金子さんからさこういうイベント紹介してもらって輪が広がってくってさすごいなんかあの感染症みたいなのを思ってパンデミックが広がってるなって思ってくんですよ。まあテレビとかでもねラップやってたりしてなんかどんどんとみんなの認知が広がってっていただいてありがたいなと思ってるのでまあ感染症のように広がっていく音楽でございます。違いました。戻さなすぎた。いやー素敵な顔ですね皆さん。完成形ザッピーステリーパネミ完成にパニックアベントボーミー Hey Gummy Come in your pussy With zero injection 言葉タイプミー完成形ザッピーステリーパネミ完成にパニックアベントボーミーHey, come in, come in, pussy. We're gonna eat this shit. So don't talk to me.よくよく見たらなんか幼い子とか若々しい子が多いんでこれ歌うと内容が卑猥すぎるんで歌うのやめております。まあ聞きたい人はアルバム出たら聴いていただけるとありがたいです。ちょっと教育上あまりよろしくない内容でございますので一旦自粛してコンプライアンスをかけさせていただきます。名残惜しくもですね、一曲巻いてしまったことにより、最後の曲を歌います。私ですね、最初ご紹介いただいたときにカセットテープをリリースしたって紹介していただいたんですけど、それがゲームボーイってタイトルでございまして、8ビット、ファミコンのサウンドで、4曲ラップしております。ファミコンで、ヒゲ面つったら誰がいるか。まあ、分かる人が乗っていただけるとありがたいです。Doki doki doki, 笑って写真が possible 視野に落ちる Do we continue? 罠はめる
める毎日がイラつかせる、あとこっちのピタクドラもうやめる、引き手がついてる戦場にこなす、ドカンドカンデラビップのシュー到達するカンフローは無事バドミンサマビーチを見巻きながらのディー上級のツリーマーとこっちを選ぶ、キッピーがプリアマケツリーダーオンカンパンコグルに続くパーティー、見えたギザマビリキマビジョニタッチ、気づけばミスイタッチでザンキザカンドンデヨンチカ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 ンデヨンサイズアップ検証する方向上向上絶好調男の方すぐに部屋に任されるぞ、見ても見てもここからだったから3年以前も以降も超えて禁止令やれたら不良な条件でも当てられんか、残り番前者の通りはこれが一番しもゲームだからスーパーチュリティカッチンステージはビリッワンに引き削られよサビの中央全て夢でいたそれは夢で不明飛び込んだ先は多くない夢描いた景色は遠くない夢向こうはないから支えて多くねさすらにテストラッパリチェックセンバイクワイパーカンテナビゴリゴン人気不可解安全規定はじめに色が動くワンショットワンリーブ集めてこれほどでトラックでスリーケースクーパーチャップ無敵のマン今日はカルマンステータハードのマンカー今この姿がなるキスパセンダーラブかけて終わりはよろしいようで、これにてライブ手裏剣またのシュレイケンレイケン D のライブショーケースは終了でございます。最後にですね、同じ元ネタを使ったニューヨーク のココアブラバズっていう友達の曲流しますので、それ聞いて皆さんでお別れとなりましょう。表彰式みんな誰が優勝するのかちゃんと見届けて、個人的には本当にうちなっちょが好きでした。ではライブ手裏剣またのシュレイケンレイケン D ありがとうございました。オーケー！ライブシュリケン、AK バトルシュリケンに大きな大きな